今年の箱根駅伝で4位に輝いた東洋大学陸上競技部による高校生らを指導する練習会が白石町で開かれました。この練習会は地元の高校生に強豪東洋大学陸上競技部の選手から技術を学んでもらおうと開かれました。白石高校陸上競技部の生徒などおよそ120人が参加し、速く走るための体の使い方を学びました。競技をやっているんですけど、しっかり人にそれを教えるってことはちょっと難しかったなと思って、すごい有意義な時間を過ごすことができました。陸上は体の動き方で記録が変わってくると思うので、そういう体作りや体の動かし方などを勉強することができたので良かったです。東洋大学の選手らは鹿嶋市で強化合宿を行っていて、明日の有徳ロードレースに6人が出場する予定です。